県政の混乱は、斉藤元彦知事46の問題だけではありません。ある兵庫県政関係者はこうを語り、憤りを隠さない。斉藤知事は、興味があることでしか動かないというのは、職員の間では有名な話。自転車、生殖医療、ドローンなど、自分が好きな分野、体験したことには、口は出すけど、その他のことへの動きは鈍い。 一部の幹部職員以外とは全くコミュニケーションを取らないから現場を知らないし県政の状況にも非常に疎い印象ですそのため A さんの告発文にあった阪神とオリックスの優勝パレードやパーティー券をめぐる問題はとても知事一人で絵を描ける疑惑だとは思えないのです知事は早々と辞職した片山康隆副知事 64? の区別だったというのが我々の見方です片山副知事は自分の辞職と引き換えに百条委員会の設置を考え直してくれないかと最大派閥の自民党会派に頼み込んだとされる知事の右腕である7月12日に辞職を表明した際斎藤知事に計5回にわたり辞職を進言したと述べたが県内では そんな片山副知事への不満もたまっている前室の県政関係者が打ち明ける涙ながらに会見する副知事の様子を省庁の一室で見ていた職員から逃げたなという声が一斉に上がりました A 氏のパソコンを押収し事情聴取したのも副知事ですからね猿芝居もいい加減にしてほしいある県議は 片山副知事も追及されるだろうと呼気を強めた注目されている疑惑が2つあります阪神とオリックスの優勝パレード開催のための寄付が集まらず地元の信用金庫に補助金を増額してそれをキックバックさせた疑惑と県補助金の減額をちらつかせて関係団体を脅して購入させたという疑惑ですすでに 兵庫県警の捜査2課が捜査をしているとも聞いている。県内企業からコーヒーメーカーを受け取った県産業労働部長が県警から任意聴取を受けていることも明らかになっています。正直、斎藤知事に実行力や調整能力があるとは考えづらく、本丸はあくまで片山副知事ではないか。副知事が辞任して終わりとはなりませんよ。 百条委員会では、斎藤知事を含め、片山元副知事に総務部長、産業労働部長らの承認出頭が実施される。8月までには、県職員のアンケート結果が集まり、随時検証される予定だったが、職員の負担を考慮し、8月上旬に開催予定だったパワハラ事案に、伴う職員などへの承認尋問は伸びたという。その背景には、こんな事情があった。 維新のの会派から県職員全体へのアンケート結果は匿名を許可すべきではないとの発言があったのです結果的に匿名になりましたが外郭団体も含めた7000人相当のアンケートの取り方については相当議論がなされた特に職員への心的な不安を取り除くためまた早期の事実解明を目的に県の職員は弁護士同席のもと出頭することも 葬儀されましたそもそも匿名を認めないという発言が出たり弁護士同席を検討したりするほど職員を守らねばならない状況にあること自体が兵庫県政の異常さを表している県議会関係者百条委員会は約11回開催された後年内をめどに調査報告書の取りまとめがなされる見込みだ A 氏の遺族は 12日付で百条委員会に向けて以下のようなメッセージを送ったあまりにも突然のことで未だに実感は湧きませんしかし主人がこの間県職員の皆さんのためを思って取った行動は決して無駄にしてはいけないと思っています主人が最後の言葉を残していましたそこには死をもって抗議をするという旨のメッセージとともに19日の 委員会に出頭はできないが自ら作成した陳述書および参考の音声データの提出をもって変えさせてほしいことそして百条委員会は最後までやり通してほしいことが記されていましたこの主人が作成した陳述書および音声データを資料として委員会に提出いたしますので委員会としてその意思を受け止めていただきますようよろしくお願い申し上げます その上で、こ切なる思いを綴っている。職員、県民の皆さんに広く知っていただきたいと思います。奥谷委員長はじめ委員の皆様のご尽力によって、この問題の真実が解明され、主人が望んだ職員の皆さんが誇りを持って働ける、兵庫県庁となることを、遺族一同願っています。A 氏の死と、その後の県の対応に不満を持つ職員が、 続出しており新たな告発者が出てくる可能性も聞こえてきている県民や職員たちの不信感を拭うためにも一刻も早い真相究明が求められている以下はネットユーザーの反応をまとめたものです阪神とオリックスの優勝パレード開催のための寄付が集まらず地元の信用金庫に補助金を増額してそれをキックバックさせた疑惑と 県補助金の減額をちらつかせて関係団体を脅して購入させたという疑惑この2つの疑惑は個人レベルの問題だとは到底思えない副知事が黒幕とあるがむしろ副知事はつなぎ役で維新派の県議会がどのような役割だったかが気になる知事のパワハラ問題とは別に兵庫県の政財界の裏金問題に発展するのかもしれない この状況下では匿名性のあるアンケートの方が職員が真実を記載できてよかったと思います。疑心暗鬼で自分も同じ目に遭うのではと思ったらなかなか書けませんよね。初めてこのニュースを見た時、ぜひとも知事室に飾りたい。こんな美味しいワイン家でも楽しみたい。とリップサービスで言ったことに対して上げ足を取られたのかなと思いましたが、ひどいですね。 この片山副知事、公益通報窓口のうちの5人の1人という報道が別の記事に上がっていた。であるから、亡くなった局長は公益通報窓口を通すと知事に筒抜けになることを避けるため別の方法を取らざるを得なかったということになる。公益通報窓口は公正中立の立場で案件を処理せねばならず。 県幹部の副知事がそこに含まれるはおかしい。公正中立の立場を取れその上当然守秘義務を遵守できる。そういう人が選ばれるべきであった。副知事は辞職で逃げて詩人になったからマスコミも追及しないと思ったが疑惑が出てきたとなれば話は変わります。議会や県庁職員やマスコミが徐々に全副知事の外堀を埋めていきそうですね。 こういうパターンで辞職する場合は何らかの刑罰を与えてもいいかもしれませんねやめて終わりではちょっと納得いきませんよね最低でもそれなりの罰金くらいは必要かもですむしろ兵庫県大阪府に注目している異常に国からの地方交付金が多いからな福島県や沖縄県よりはるかに多い 東京都はほぼなし。愛知県、神奈川県、千葉県、埼玉県に比較しても10倍近い普段の仕事ぶりから不正の絵が描けるはずがないと評されるのも悲しい話ですね結局知事という椅子に座りたくて他はどうでもよい人だったということ東大卒総務官僚としてはあまりにお粗末。 こんな連中のために職員が犠牲になったと思うと虚しいですね。